こんばんは。わ、すごい、明けおめありがとう。センスもありがとう。こんばんは、久しぶりね。久しぶりかも。私も配信自体久しぶりかもです。来ました、おめでとうございます。サスケさんも初めましてかな、挑みましてかな。ありがとう。明けおめ、明けおめです。前髪がねちょっとね伸びてますね。伸び伸びとした前髪で新年明けました。うわすごい、え、すごい、すごい、うわすごい、辰年になってる。タワーありがとう、すごい、すごい、レイくんだ、レイくんありがとう。明けましておめでとうございます。今年もレイくんと一緒にいっぱい過ごせたら嬉しいです。レイくんありがとう。いつも去年もいっぱいたくさん愛もらっちゃって、来年じゃないや、今年もねいっぱい思い出増やしていけるように私も頑張るね。ありがとう、龍立つ立つ、ありがとう。リジンありがとうございます。パワー、龍って言うね。ありがとう。皆さん明けましておめでとうございます。すごい、ありがとう。わー、もちちくんありがとう。待って、タツ、めっちゃくまちゃんなのにタツなんだけど、かわいい。もちちくんタワーありがとう、嬉しい。コメント読むね。もちちくんわすごい、待って、なんかすごい大吉、待って、なんかすごいいろいろすごい、ありがとう。もちちくんありがとうございます、嬉しい。コアラのめっちゃ引き立てくれてごめんなさい、さっきから。ありがとう。おじじくんのコメント探します。どこだろう、じじくんありがとう。すごい、たくさん嬉しい。今年もよろしくお願いします。もちちくん、今年はもっともっともちちくんのこと知っていけたらいいなと思ってます。たくさん仲良くなりたいです。ありがとう。コメントがちょっとねとんでもなく、初めて投げたって、あ待って、なんかツイート見たかも。アカウントなんかちょっと白い感じのアイコンだったようなような方ですか、もしかして。ありがとう、見たかも、嬉しい、出会えて嬉しいです。ぜひぜひこれからいっぱい仲良くなりたいです。よろしくね、もちちくん、ありがとう。初めて投げたあと、ありがとう、嬉しい。すごい、皆さんたくさんありがとうございます。すごい、さっきの大吉は何だったんだ、クリームさんかな。大吉明けおめありがとう、嬉しい。皆さんも明けおめとかセンスとか、ヤミンさんありがとう、今年もよろしくねだったから文字書かれてた、ありがとう。ツイトクさんもありがとう、ありがとうございます。レイくんがさっき今年も可愛いねって送ってくれてた、レイくんありがとう。レイジーありがとうございます。わあすごい、明けおめ開運超吉。レグルスさんありがとう、超吉。すごい、これまたあれなのか、何種類かあるやつなのかな、おみくじもね。明日の仕事頑張ったら、あさってゆうかじゃねえ、行ける、そうだよ、あのあさってはねツアー名古屋ですからね、新年早々ツアーありますからね、嬉しいね。明けおめありがとう、清めだね。お、マスカラ買った？どう？使ってみた？中吉ありがとう、リジンありがとうございます。ジュンヤさんありがとう。中吉、初夢、夢見てないな、そういえば。夢は見てない。
名古屋まで会いに行きたいよって、名古屋まで会いに来て、今チケットも受付中ですよ。年末年始だからね、今年も好きだよだ、リツさん、すんすんってリツコンかな、リツさんありがとう、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。お、名古屋2公演、おー、よろしくね、ありがとう。だん、お、今日誕生日、お、待ってた、あのツイートも見たよ、送ってくれてて、見ました見ました。ではお誕生日お祝いしたいと思います。いきます。 Happy birthday to you、 Happy birthday to youHappy birthday, ティアナさん。Happy birthday to you. おめでとうございます。おめでとう。いつもありがとうございます。今年もよろしくね。おめでとう。素敵な一年になりますように。おめでとうございますだ。スカイさん、ありがとう、おみくじ。今年初。ハッピーバースデーだね。皆様ありがとうございます、おめでとうございます。暖かい、今年も暖かい皆さんに助けられて囲まれながら配信できて嬉しいです。こんばんは、ヤマケンさん、はじめまして、よろしくお願いします。お、開運超吉、ありがとう。ヤミさん、ありがとう。カウントダウン TV さんはね、皆さん見ていただけましたか、どうだったかな、ありがとうございます。たくさんツイートもね盛り上げてくださってて、私の携帯の中ではトレンドにも入ってまして、とても嬉しかったです。嬉しい、ありがとう、最高だった、わー嬉しい、リアタイさんありがとう、すごいありがとうございます。起きてた、嬉しい、無限に見てる、やった、もうね私のねお友達とかもさ、ギリギリまでね今日見るよとか起きてるねっていう、すごいねメールをねたくさんねこう来てから、すごいね愛されてるなと感じましたね。これ結構ねリアタイしてくださる方多くて、私の家族とかも見てくれてて嬉しかったですね。ポニーテールが元気に踊ってたよね踊ってた踊ってた。今年も好きだよ、ありがとう、屋敷くん、ありがとう。明けましておめでとう。そう、おオールスターすごいね、オールしたのすごい、私はねさすがにオールはできなかった、寝たその後おドクドク、お重吉、ありがとう、スカイさん、ありがとうございます。たくさん寝たかな、どうだろう、でも基本なんか6時間から9時間睡眠、今日もなんかそんぐらいの睡眠、なんかすごい寝たとかはないかも。昼寝とかはしてるから、まあ、いつもよりかは寝てるけど、その夜から朝にかけての睡眠はそんなに変わらないかな。私はご飯を食べたらすぐ眠くなるっていうのがね、今年はすごかった。何かねこう用事があったりするとね寝なかったりする、寝ないでいけるんだけど、何もないとねご飯食べたらすぐ眠くなるからね、お昼寝はねよくしてたかもしれない。
だからさっき寝ちゃってたね。今日誕生日です。もちろんですよ。いきます。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear ゆうかちゃん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます。嬉しい。去年もありがとう。今年もよろしくね。素敵な一年になりますように。おめでとう。私がくまさんをしたら、あおさんと合体できる？できてる？おめでとう。かずきさん、はじめましてだ。ありがとうございます。よろしくお願いします。素敵な一年。嬉しい。ね、お誕生日の方多くて嬉しい。ありがとうございます。こちらこそ。嬉しいよ。かずきさんね、会いに来てくれて。あおさんと一緒に。お、明日だけ唯一休み。お、明日もう何する。一日だけの休みって逆になんか何するか迷うよね。こうお仕事期間中にできなかったさ、お家の家事をやっちゃうか、もう何もしない一日を過ごすかみたいな、結構分かれるよね。今年はニアジョイでたくさんの年にしたいって。嬉しい。私も皆さんで溢れる一年にできるように頑張ります、ね、私はね、お家のやらなきゃいけないことをどうにか終わらせますね。その後はだらっとするかも。そう、逃したら次いつできるか分かんないと思うとちょっと頑張れるかも。うんうん、いや、ぐたらが一番だよ。そうそう、私はそうね、今日がぐーたら、ぐうん、今日は割とすごいなんかあのスケジュールが何もないのに気づいたらこの時間になってるっていうパターンの日だったかもしれない。気づいとろ。あ、今日ね、皆さんからいつかな、いつだったかな、以前ショールームのあのなんかイベントで、あのなんか北海道の海鮮だったっけな、なんかあったんですよ。それをね、いただいてて、あの私はカニをね、届くの楽しみに待っていたんですよ。そうで、カニはうちにいて、いつ食べようかなって、のんびりする時じゃないとカニって殻がこうあるからさ食べれないやんと思って、今日はね、あの1時間半かけてね、夕ご飯食べてました。カニ鍋食べた。カニ鍋とおせちっていう、おせち食べれてなかったから、なんかね、あの私の大好きなおせち料理トップ1、2ぐらいを買って食べました。伊達巻きと黒豆とカニとカニ鍋。そう、豪華ですよ。もう皆さんのおかげですよ。私いっぱいパシパシ写真撮っちゃったもん。一人でこんな贅沢しちゃってーと思って。そう、黒豆と、本当はね昆布も好きなんだけど、まあそんなね一人で食べきれないので、選ばれたのは伊達巻きと黒豆でした。うんうんうん、美味しかった。うわー、すごい、しげちさんありがとう。くるーって、たつ年きたー、ありがとう。あけましておめでとう。イベントの予定がいっぱいで楽しみだよ。今年もよろしくねーって、しげちさんありがとう。私もだよ。本当にね、たくさんね、こう今回2月以降とかもね、いっぱいイベントある、今月もいっぱいあるので、本当にね、しげちさんをね、こういろんな会場だったりイベントでね、こう
出会えるのがとても嬉しいです。いつもありがとう。去年も今年も今年もよろしくね。ありがとう。立つ立つ。すごい今日も龍みたいなさ服着てるね。あの年の最後もさ緑の服で、え今日迷ったのよ、なんか緑の服着てんなと思いながら、でもまあまあまあ辰年っぽくていいかなと思ってそのまま続行しましたけど、ありがとうすげちんさん、ありがとうございます。こんばんは、はじめましてだ。おいちょ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 、かるかた、あやあやささんかな、よろしくお願いしますそう、タツカラーになってる。あの目に優しい色でしょ背景見よう。おーすごい、背景もやっぱ年末じゃなくて年始っぽい、なんかお祭りな感じだね。いいね。え、すごい、一富士二鷹三なすび固まってる、すっぎょうふふ、黒板じゃない、黒板じゃないよ黒板カラーだ、言われてみれば。すごい、初夢ゆうかちゃん出た、マジでめっちゃ嬉しいんだけど。どんな夢だったの、ありがとう、嬉しい。年越しの瞬間はね、私もあの家族とは過ごしてないので、まあ、過ごしてない、まあ過ごしたか、うん、まあ、半分過ごしただけど、そうそうそう、なのでツイッターとか見てましたよ。わあ、ありがとう、シュラさん、ありがとう、今年もよろしくね半分だけはなんかね、半分過ごしてはなんか難しいね、過ごしたのよ、過ごしてはいるまた見に来るねって言ってらっしゃい、ゆっくりね。縦でも横でもないよ、その半分じゃないもんね、言うとね、マジかって思われそうなんだけど、あのお兄ちゃんと過ごしましたなんか安すぎでしょってもうなるよねそう、兄ちゃんと過ごしましたそう、なんか半分、そう2人で、そうなんですよ、お兄ちゃん多い、そう、お兄ちゃんは一人しかいないんだけどね、お兄ちゃんと過ごす率がね高くてね、そう、あのご飯何するみたいな、夜ご飯31日の夜ご飯何するみたいなね、半分でしょ、そう、お父さんお母さんとは一緒に過ごしてないけど、お兄ちゃんと過ごしたから半分家族と過ごしてますから、そう、そうなんですよ、あのその日の夜に何食べるってなって、私はね年越しそばどうしても食べなかったのよ、年越しそば食べたいのと、あとはなんかあんまりなんかの気分ではないかなみたいな言ってて、しんさん大吉ありがとう、嬉しい、今年もよろしくね、そうで、そうだなみたいな、何が食べたいかなみたいな、なんかテイクアウトでもいいよねみたいな、なんかゆっくりできるしとかってたんだけど、そういえば私クリスマスっぽいもの食べてないから、なんかクリスマスっぽいのでもいいかもみたいな、ちょっと季節外れというかみたいなことを言ったら、お兄ちゃんとそう合流した時にあのチキンをね買ってきてくれてて、うわーみたいな、チキンやーんってなって、その日の夜はチキンとそば食べました。そう、びっくりサプライズでしたよね。お兄ちゃんの株どんどん上げてこ上げてこ上げてこね
優しい。チキンとそばを食べてクリスマスもちゃんとなんかクリスマスパーティーっぽいこともしたし、あの年末もちゃんとなんかお正月っぽいもの食べてバッチシでしたよえ、チキンとそばだった一緒じゃん、嬉しい。何かと一緒のことあるよね、嬉しい。いいね、村山家の一員だ配信見ながら勉強ははかどらないよ、多分はかどらないかも頑張れよ勉強。あやなどすちゃんありがとう。くまちゃん今年もよろしくね、ありがとう名古屋はね、あの味噌カツ食べたい。栗きんといいな、栗きんと食べてない、今年初チキンじゃないね。あの私今までは、まあ、例年あのおばあちゃん家とかに行ってたからすごいね、あの年越しっぽいことしてたんだけど、あのお兄ちゃんとだけとなるとそんなになんかやっぱこうね行事感がないというかだったので、あの普通にあのイタリアンを1日は食べましたイタリアン食べたくなーみたいなお兄ちゃんが言って、じゃあ食べよう、某チェーン店に行きました普段食べないから美味しかった。うん、そうなんですよそうそうそうとかかな、年末年始それ食べて終わって、あとはもう何もしてないかも。何したっけ、つけて味噌かけて味噌いいよね、買いたいね。あとなんだろう、何したっけな、昨日ご飯食べて何したっけ、本当に何したっけ。お年玉ね交換も何もしてないかも、何もしなかったそう、ねお家帰ってきてすごいぼーっとしてたのかな。あ、そうだ、掃除帰って、もう普通にね一人で、ドラマをね見ながらなんか作業してたんですよ、溜まってた作業ごとを。そうで、私はスペックをね見てるってこう去年から言ってたじゃないですか。でスペックって結構いろんなねシリーズがあって、起承転結っていう風にこう流れあってるあるんですけど、もう最後の起承転結の最後のところで結が2個あるんですよ、なんか2種類あって、どっちが先なんだろうなーって思いながら私は片方見ようと思って見ながら作業しようかなって思ってたんですよ。でなんか片方がその説明がなんか普通のなんか物語のあらすじみたいな感じで、もう一つの方が待望の第2弾みたいな書いてあったんですよ。だから第2弾ってことはこれ何も書いてない方がその最終回の1個前なのかなと思って、そっちが先かと思って見てたら冒頭でなんかとんでもないネタバレじゃないかなみたいな、こんなシーンあったっけなみたいな、全然なんか覚えてないんだけどって思いながら一回ネットで調べてんだよ、その冒頭のあらすじ部分が終わってから携帯で調べたらなんと逆でして、待望の第2弾っていうのはその
吉祥天吉の章かなが、あの映画であってて、あのその映画の待望の第2弾の映画だっていう意味でちゃんと文章読んでなかったから、すごいしょっぱなからあの第2弾 の、 あのネタバレを食らいながらあの見ましたね。えみたいな、えこうなったのこうなったのとか思いながら見ました。逆でした、惜しい、惜しかったね。まあ、その人ちゃんとね、あのドラマ見て、あともう本当にスペックはもうあと1個を見終わったら終わってしまうという悲しい、あとちょっとで結末を迎えてしまいますよ早い。二択でね、そう難しかったのよ、二択外してしまったまあそんなこんなで昨日はゼロは見た、見ましたよ。ゼロも面白いね。嬉しい。沼って1ヶ月か、1ヶ月しか経ってないの、もっと経ってるような気がするね。私もよろしくね、嬉しい。そうでスペック見て、あその後なんか家族と電話しながら時間過ぎてって感じかな、でしたね。そんなこんなで過ごしてましたそうだよね、うんうんうん。そうね、ちょっとね皆さんが心配でしたけど大丈夫でしたか。そう家族とのね電話は今日もさっきもしてましたよ。兄と仲いいのもそう、一人で年越しはどうしようかなと思って、そうしたらなんかちょうどお兄ちゃんも空いてるっぽかったので年越ししようと。そうスペック、そうなんかねめっちゃねもうやばいじゃんみたいな、大変だよみたいな時でもちょっと笑いのシーンがあるから好き、面白いよね。お家しか食べてないの、もっと食べないよ、いっぱい食べなきゃ年末年始もうそんなもんかな、そんな感じで過ごしてましたよ。お雑煮とかも食べてないね。いいねお雑煮、美味しいよね。こんばんは、お寿司さんよろしくお願いします。そしてめジャヤジャヤジャヤよろしくお願いします。はじめまして、ハロー正月っぽい飾りもしてない。まあ今ぐらいかな、ショールームのね今ぐらいですよ。なんかいろんなさ、そのなんかお家のところとか通るとみんななんかね正月っぽい飾りとか玄関前に出てたりするから、ああ年末なんだな、年始なんだなと思いながら、明けましておめでとうございます。いいね画面に、美味しそう。私もお母さんがなんか煮物煮物って言ってて、いいな煮物と思いながら電話してた。明けおめ、明けおめ。年玉はね多分もうそろそろあげる年ではあるんだろうけど、その親戚にすごい年下とかもいなくて、そう会ってないのでお年玉はあげてないですね。
年賀状もね、確かにそうだよね、なかなかね。毎年家族、うん、なんか作ってこの写真いいいいみたいな感じであるけど、ね、一応作ってはいるみたいですけど。うんね、私もあげる側だろうな。もうね、近所に年下の子がいないっていうだけで、多分あったらもうあげる年ではあるよねっていう感じだね。そう、親戚が私はもう年齢近いので、まあないけど、うん、親戚になるので、ってお年玉どうしよっかな。メンバーから席されないよ、されない。メンバーはね、なんかあんま年下っていう感じはなんかすごいするかって言われたらそういうわけじゃないからな。ね、あんまあげてないかな。お、YouTube で出てた？お、私喋ってたっけ？どうだったかな？お、すごい。本当だ、すごい。ニアジャイ真っ赤だ。真っ赤真っ赤。そう、ニアジャイね、年齢差が本当にないので3歳差なのでね、まあほぼ同学年みたいな感じで。そうだね、今の衣装すごい赤だからね。ほんとだ、出てる。おお、まあぜひ皆さん後で見てください、後ほどね。あきました、おめでとうございます。おめでとうございます。あゆみのファンの方だ、ありがとうございます、嬉しい。ゴーデンにまた聞こえるかも。福袋もね、そう、時計とかカレンダーとか、あと今日の入場時からもうスタートしてるけど、また販売、生写真販売やってますので、きっと青いの衣装だったかな。ぜひぜひ見てください。あ、私ね、今日はねしないけど報告として、あのイヤホン買いました。今年初買い物かな、イヤホン買いましたよ。そう、また今度はカラオケ配信しますね。なのでそう、購入しました、やっと。お兄ちゃんがね、なんかね、あのブルートゥースがどうたらこうたらって会話してて、お兄ちゃんと、あ、そうじゃん、買わなきゃやんと思って外にいる時に思い出したので無事買いに行きました。よかった。そうなんですよ、お兄ちゃんありがとう。そう、お兄ちゃんありがとうですよ。ありがとう、ありがとう、オーベロンさん、ありがとう。そう、またしますね。純正じゃない、なんか何がいいか分かんなかったから、なんか人気そうなやつ買いました。そう、結構直感、色は白っぽい感じです。めっちゃみんなイヤホンに詳しいん、すごい。
マイクはついてるよ。マイク付きのコーナーから iPhone にそのままさせるのコーナーから探しましたから、だからそう選択肢結構狭めだったから ありがたかった。あんま悩まずに買いましたよ。だからそう、あと私は耳がなんかちっちゃめなので、シリコンのなんかパコってこうつけるやつじゃないと合わないんですよ。だからもう選択肢がすごい結構条件的にこう本当なんか何パターンかこれしかなくて、そうそうそう、結構だからね早く買えましたよ。3択まで？すんごいじゃん。私正解わかんないよ正解わかんないけど、ライトニング、ライトニングかな多分。うん、うん、あ届いた。すんごいじゃん。すごい年始なのにすごい世の中の人、どなたかが頑張ってピンポンまで駆けつけてくれてるんだ すごいじゃん。まだ箱開けてない開けてないですね。確かにサンタの残業すごいかも。大忙しだ。中は入ってるよ。なんか今年一番、今年一いい買い物してます今のところ、2日にして。いい買い物してる、できてる。なんかさ、福袋系とかさ、なんか初売りの何かなんかいろいろ安そうじゃん世の中。買おうかなーとか思ってないけど、思ってたんだけど日本語間違えた、思ってたんだけど、なんか行くとこ行くとこ空いてなくて結局もう私はお家でゆっくり過ごしましたね思ってたんだけど、うん、なんかね用事、なんか あれなんか買い足ししとこうかなみたいな、今安そうだしみたいな、どうせなんかね消耗品とかだったらなんか安いうちに買っといた方がいいかとか思って買おうかなとか思ってるとこ全部しまってたまあ調べてしまってることが分かって、まあ良かったですよ。私は年末にお店に行ってこれ買い出ししとこうって思ったところの前まで着いて、待てよみたいな、今年末じゃないみたいな、だってなんなら今日日曜日じゃんと思って全然空いてないところにね行きましたね。もうね、じゃあもう思ったらすぐ行動の人だからなんか調べないんだよねそこがねちょっとダメでしたね。ちょっと歩きましたなので攻めるね。先送りは確かにある意味ね。今年も好きだよ、ありがとう安弘くん、ありがとう、嬉しい。もうね、私は2023も2024も変わらずでいきますよね。そこってなったらそこ行く。私東京のさ、そうやっぱ慣れてないなと思いましたよ。だからまだね、そうそうそう、閉店時間だったことはよくある。もうね、閉店時間間際、私はもう基本そういう時間割りしか行動できてないから、
パジャマじゃないですよ、ニットです。そうだからね、ここに唯一毛玉がありました、さっきほど。そうなんです、ここもなんかどれが着てる、まだそんな着てないけど、竜っぽい、この色めっちゃめっちゃ竜っぽい。お、おみくじ中吉、ありがとう、あやなだすちゃん、ありがとうございます。やった、確かにガチ勢みたいになったらそうだよね、パッと見ね、ガチ勢です。地上波でゆうかちゃん見れて最高って、嬉しい、ありがとうございます。あのサインはさ、あの壁に書かせていただいたじゃないですか、単位ですよ、書かせていただいたんですけど、まあね、めっちゃ緊張した、なんかあの一番初めて、なんだろう、初めてサインを書く時くらい緊張した。だからなんかどことなくちょっと控えめサイズになってる。あとね、あのもう擦れませんようにとか、ガタってなりませんようにとか思って書いてたら、顔ポカーンってしてて、ちょっと恥ずかしかった。そう、あとなんでかわかんないけど、あの私がなんか サムネみたいになってるみたいで、そのなんか あらあらあらあわあわって感じですけど、ありがたいですね、びっくりしました。びっくりしましたよ。そうだからね、簡単な TV さん見させていただいてて、あのね、いろんなさ、あの出演されてる方々があのブースに行かれてるたびに、あー、ここにサインがあるって思って、すごくね嬉しい気持ちになりました。本当にね、これからどん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 もう頑張ってね、いろんなところでね出演できるように本当に頑張りたいなと思います。今年も好きだよスカイさん、ありがとう、ありがとうございます。そう、かぶり物とね、パペットマペットみたいな。あけおめありがとう、飛行機パンさん、あけおめありがとう、頑張りますよ。すごい嬉しかったですね、ね、うん、たくさんね見たよって言って、すごい、ホットココア、ぜんざい、ありがとう。まっちゃん、ゆたかさん、はじめまして、村山ゆかです、よろしくお願いします。緊張しましたよ、スイートシックスティーン、結構あの2023年の頭にね出させていただいて、結構ステージでも披露してる曲ではあるのに、なんかやっぱ緊張しますね。おーおーおーと、ドキドキドキとね、ライブとはまた雰囲気が違うんでね、失礼しますが、うそ私はオンラインお話し会が楽しみ、おお嬉しい、2月3月4月ですね、2月じゃないか、2月か、イントネーションこれ違うらしい、私2月3月4月シンさんかな、こんばんは、よろしくお願いします、はじめまして。そうポニテ最高、最近ねポニテ伸びてからすごいなびくようになりましたね。ガパオ2月すごい、鏡餅ありがとう、ありがとうございます。お、すごい金ちゃんの、お、超吉、ありがとう、若新さん、あけおめありがとう、嬉しい、
うんうん、私ね一応ね、あの放送部だったんですよ。放送部でなんか2月だけ一生分かんなかったなーっていう記憶がねあったようなって感じだったの。だから今思い出して、そう一応ね、一応放送部だったのよ。でもなんか結局どっちが正解か分からないっていうね。そう、まあ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 放送部は幽霊、どうだろう、まあ、後輩は私の名前多分覚えてないと思う。うん、でも同級の子は覚えてるぐらい。なんかあの幽霊ではない、なんだろうな、レアキャラぐらい、なんか そんぐらい。うんうんうん、幽霊ほどだよね。半透明、あいいね、うまい、半透明ですね。そうそうそう、ゆあるうまい、半透明でした。でも結構行ってたと思う、3年の夏から、そう最後の大会にかけてはもう私はもうなんかパソコンカチカチと打ち込んで、なんかこの人はなんて喋ってるのかとかを聞いてそれを原稿に起こしたりっていうのはちゃんとしてましたよ。そうタイピングは遅い。 N とさ M 隣り合わせなの、ちょっと分かんなくなる、たまに。パッと見一緒なのよ、あ違うかったって。スッて打ちたくてもムッて打ってたり、ムッて打ちたくてもスッて打ってたりするね、うん、あとね「何々は」っていうさ、私はとかのはってさ、はじゃないですか。でもこう頭の中では私はとか考えてたら、気づいたらな W 打ってて、ああ違う違う違うっていうなりますね。分かっちゃいるけど脳的にもう W 打ち込んじゃってるみたいなね。中吉ありがとう、さつき Q さんありがとうございます。そう、私はのはですね、私はの、そう聞いたことない、本当に。わあ、お大吉、おありがとう、陽気なお小嬢さん、大吉、中吉ありがとう。私ねめっちゃ大吉に見えたよ。陽気なお小嬢さんありがとう。今日の一番初めは大吉だったね。キュート C、 確かに一瞬探すかも、私も探す。ね、今年のおみくじ吉しか出ない。吉っていい方じゃない、結構大吉の次にいいんでしょ、吉って。いいやんいいやん。サッカー部のマネージャー、なんかあれよね、部活のマネージャーとか結構友達とかしてた。あれなんか飲み物とか点数とか書き込むんでしょ。ねえ、何もしてこなかったな私って。幽霊部員、放送部が、うん、部活はね放送部くらいですね。ダンス部の体験は行った。私ねあの体験はよく行ってましたよ。水部の吹奏楽部の体験も行ってました。体験は行った。ハンドボールも体験は行った。出たって出たって、そうだね、体験はねよく行ってたやのよね。体験ガチでね、かすってる、
そうそう、かじってはない、かすってるからね私。かすってるんよ。触っただけとか、そう触っただけとかね、ちょっとうっかりしてるよ。体験部もう本当にそんぐらい体験部みたいになってる。いや水分はね本当に入ろうかめっちゃ迷った、めっちゃ迷って迷ってこう迷って迷ってちょっと朝がなーと思ってやめました。ちょっとね朝、私結構って朝の睡眠って本当大事なので、ちょっと朝がなーと思ってちょっと放送部にしました。放送はされないからね、うん。そう、私水分のね部長っぽいってめっちゃ桃香とコナーに、ね、一生言われんのよ。そうなの、私高校の大木山めっちゃ行ったような気がする。いやー分かんないけど、何校ぐらい行くのが妥当なのか分かんないけど、めっちゃ行った気がする。同じところでも印象に残ろうと思って何回も行ってた。そう、なんかすごいすごい、なんかめっちゃ行ったなって感じ。体験部だからね私はもうほぼ。クラリネット、そうクラリネット体験でしたのよ。友達がその1個上なんだけど、その友達がいて、友達がクラリネットしてたからクラリネット教えてもらってて、もう才能あるよみたいな、めっちゃねベタ褒めされてもらって、あーおーどこ、おーどこ、ちょっと行くかもしれないと思って入りたくなった。おーなんかちょっとセンスあるのかもとか。あ、私はもうちょろやま優香だからね。ちょろいよね。そう、初めてこんな音出る人いないよって、おほんとみたいな、うわちょっといいかもってか思ってた。そう、想像できた。そうだねよね。私ね楽器ねすごいしてみたくて。ピアノ弾けないんだけど、あのなんだ、小学校の6年生の時てか、私は保育園生の時からなんかこう出し物みたいなので、こうみんなでこう演奏会みたいな、で私鍵盤ハーモニカかリコーダーしか、もうみんなが一番みんながこう人数が多いものしかしたことなくて、鍵盤ハーモニカしてる時に木琴鉄琴したいなーって思いながらしてたんですよ。ピューピューピーってこうこうやってね、こうふーってわーってね弾いてたんですけど、それが保育園生の時。保育園の時はなんでこう選ばれない、選ばれてる子と選ばれていない子がいるのかもう分かんなくて、これもうなんか推薦状だったから、なんかそうやっぱセンスがある子とか、多分習い事で音楽を習ってる子とか、今思ったら多分きっとそうなのよ。ピアノの習ってる子とかがよく木琴鉄琴とかで選ばれてていいなーと思いながら、私はパパがパパ弾いてたんですけど、それが保育園生で、小学校でも結構あるじゃないですか、学習発表会とかで演奏会が。そういうのがもうどうしてもしたくて、で小学校6年生の時だけ唯一なんかこう立候補制だったんですよ、したい人みたいな。そうで、もうはーいってして、私は木琴か鉄琴、もうどっちでもよかったの、とりあえず木琴か鉄琴で、して木琴に手挙げたのかな、忘れちゃったけど手挙げたら、あのもう一人、あのその日はあの風邪か何かでこう学校休みしてた子がその木琴したいみたいな言ってたらしくて、その子と私の一騎打ちだったんですよ。じゃあどう決めるかって、あのね一人の子がお休みだから、私はその時学校いたけど、そうどう決めるかってなって、あみだくじがやっぱ平等じゃないですか、こうじゃんけんもできないしってなると、そうダメだくじでもう私が決めれるんですよ、こう2分の1でもう私しかその場にいないから、じゃあ私こっちってしたらって
私あの罰の方を引きまして、あの休んでる子が木金化的な、その私が立候補してたやつになって、はい、私は一生楽器を触れることがなく終わってしまいました。負けました。自分で弾いたからね、悔いはないよ、悔いはないけど悔しいよね。なんかあの自分で弾いたがゆえにちょっと悔しいよねはい、ハズレを引いてしまいました。で、あのその小学校とかね、そのよく言われてたのが、その楽器に触っちゃいけないみたいなね、他の担当してない子が楽器に触っちゃいけないって言われてたのよ。もうダメって言われたら触りたくなるじゃん、どん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 。それがね募って、私は小学校6年生でね、木琴的にしたかったんだけどなーって思いながら、悔しい、残念でしたそれで学校の楽器はもう終わりましたね。もうそれから触ることはなく、ティンパニーみたいな、あ、ドン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 のやつか、あれもいい音するよね。あとなんかこうちっちゃい太鼓みたいなさ、タッ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 タマリンバ、マリンバかも。そうそうそう、いろいろね見せてよ楽器。そう、楽器だからリコーダーはね超得意だった。もう本当に小学校3年生にリコーダーを使い始めて、もうねもうピロ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 弾いてみちゃう、もうフューって。小3の教室なんて私はもう一生高速何々みたいな音楽弾いてた。そうですよ、リコーダー懐かしいよね。リコーダー好きだったな。ドレミレドドレミレドレ。おお、ありがとう、こじけんさん、ありがとうございます。タワーすごい、辰年タワーありがとう、嬉しい。こじけんさんいつもありがとうございます。今年もこじけんさんと一緒に過ごせられるように2020年も頑張りますので、いっぱいついてきてね。ありがとう、嬉しい。しまよろしくね。いっぱい知りたい、こじけんさんのことどんどん知れるように頑張ります。ありがとう、最高な年明けです。ありがとう、タワー今年もよろしくお願いします。よろしくね、ありがとう、よろしく、タワー、うん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。私は水分じゃなかったですよ、水分の体験入部だけしてたよっていうね。ふくさん、はじめまして、ありがとう。対面とかライブとかたくさんゆかちゃんに会いに行きますって、嬉しい、ありがとう。いっぱい見つけられるように頑張ります。ありがとうね、楽器もそう、どうかな、うまいといいな。あ、形も好きだよって、ありがとう。待って、どんな音だろう、出てこない。どなただ、ありがとう、今年もよろしくね、タワー、ありがとう。タワーじゃないか、くまちゃん、ありがとう。あ、こじけんさんかな、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ゆいかちゃんかな、明けましておめでとう、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。はじめましてかな、コメント、嬉しい、はじめまして。最近私ね重ね着してないよ。そう、私重ね着あんまりしてなくて、今年あったかい、すごいあったかいのよ、全然寒くないですね。はじめまして、ふくちゃん、ようさん、ありがとうございます。決めました。おお、ただいまで年越し、めっちゃいいね、人多かったと思うけど、
でも楽しいよね。いいな太宰府、にぎわってるだろうな。あすごい、あすごい、皆さんレベルが5、レベル5になりました方がいっぱいいらっしゃって、すごい、みんな一斉にレベル5じゃん。ありがとう、いっぱい見に来てくれて。すごいよ、すごいやん、みんなすごいんだけどもうレベル5の皆さんありがとう。すごいよ、画面がめっちゃオレンジ色になってるもんすごい、みんなレベルアップだね。レベル5の皆さんありがとう。めっちゃ一斉だったね、すごい。同じ時期ぐらいに見に来てくださって、同じ時期ぐらいにずっとねこう会いに来てくれてたのかな、ありがとう。あっ、ももかも配信、お9時からスタート、1時間してるのね私、まあ、今日は1時間半からかな配信時間、あと3分くらいできたらいいなと思ってますおけんちゃんありがとう。おー大吉ありがとう。パンダさんも顔赤くなってた、ありがとう。シドさんありがとう。今年もよろしくね、ありがとう。けんちゃん大吉でしたフ1時間見るとレベル5になれるの、すごい。いっぱい見てくださってありがとうございます。大阪のライブからライブってライブからもうゆかちゃんしか見えなくなっちゃったーって、そりゃあもういいことだ、今年もいい1年になりそうだねありがとう、いいことすぎるよ。汗マークなんかじゃなくてもうハートマークいっぱい歌わなきゃいや朝広くんありがとう、虹色の星ありがとう。それではお嬢さんありがとう。くまちゃん、私もよろしくね。ありがとう。あ、そういえば今年初ゆうかちゃんでした。あけましておめでとう。私も今年初だよ、皆さんと会えたの。レベル上がった？うお。力技、いやいやもうとんでもないです。ありがとうザームズ。やったん。すごいね、いろんなレベルの上げ方があるのね。名古屋も楽しみにしててね、名古屋で会えるよって方。あさってだよ年明け、そうそう、あさってだよ。私ルームレベルすごっ587、これどうやって決まるの、ルームレベルは。あっという間だよ、早すぎるよね。みそかつ、みそかつ、みそかつね、荷造りしなきゃだよ。名古屋ほんとあんま行ったことないから行きたい、行きたい、行くんだけど早く行きたい。あ、ひつまぶし食べたい。私うなぎ大好きなの。私ねお寿司のネタでね、お寿司屋さんに行ったらね結構な割合でねうなぎを食べるくらいにはうなぎ好きなの。うなぎってお寿司って言っていいのかちょっと分かんないじゃん、だからあんま言ってないんだけど、うなぎ好きなの。ハマチはもう当たり前で、もう点点点とかじゃん、もう殿堂入りですから、ハマチはハマチ様って感じ。ひつまぶしいいな、福岡から応援しとくねって、ありがとう、エール受け取るね、ありがとうだ。ハマチ様ですよ。みどうさんはじめまして、村山優香です、よろしくお願いします。え、何その連続、すごい羨ましい。311でいいな、いいな、いいな、うなぎいいね、羨ましい。ひつまぶし最
こう。金虎さん、はじめまして、村山由佳です、よろしくお願いします。明けましておめでとう。おめでとう。うなぎ何個でハマチと、おー、いい質問。悩むね。うなぎか、うなぎのお重とか普通に一人前やんって感じよねあの普通のお重はこんぐらいじゃん、うなぎが。それがこう2枚なってる、ちょっと、まあ、小竹上だったら小竹ぐらいな、まあ、なんかあるじゃんぐらいだったらちょっとハリハリかな。そうそう、まあ、比べるものじゃないね。うなぎとハマチは別物ですから。うなぎはお塩が好き、ハマチ強いよ本当にね。あのおばあちゃん家に行った時に、私が海鮮好きだから、結構おばあちゃんが私が行った時、行く時は、来る時はすごいお刺身系をね準備してくれてたんですよ。比べた後にね、比べるものじゃないってね、確かに。だからもうね、いっぱいね準備してくれてるのに、もう全部完食しちゃうっていうくらいにハマチは一生食べてます。ハマチも、あとねサーモンも好き。あのコストコのサーモン大好き。めっちゃおいしくない？あれとんでもなくおいしいよ。食べたことあります？皆さん。はい、めっちゃおいしいからね、ぜひ食べてほしい。肉厚で切れるからさ、自分でこうさばくと、さばくほどでもないけど、そう、自分の好きな大きさに切れるから、そりゃいいんですよね。うん、そう、布団くらい大きいやつ、そう、美味しい。一人で食べたの、うん、6等分くらいにして、一人7等分か、7等分にして冷凍庫に入れてて食べてましたね。6等分あ7等分か7等分も相当な量、1食があるから贅沢に、わー美味しいと思いながら食べてました。7等分でもこんくらいありますからね。こんくらいの、こんくらいの分厚さはあるから、結構量ある。海鮮は一生食べれる。バイト中だけど、お、バイト頑張ってね、ありがとう。忙しい中、お寿司、お寿司。私は1月末に食べるって決めてるから、お寿司、うん、決めてる。なんか大きい何かが終わった後のご褒美は、私は基本お寿司なんですよね。獅童さんありがとう、虹色の橋ありがとうございます。最近見ない？さっきも登場してましたよ。さっき配信いましたかここにいるんですよ、ホタテ。それがね、そのホタテの形がもうしてない、ね、もうなんかすごいいびつな形になってます。中のクッションがちょっと、いましたか、さっき。ホタテくん、明けおめだね。明けおめ。私はスーパーで買うならネギトロが多いかな、一番。ネギトロ巻き大好き。よく食べてます。美味しいよね。一番食べてるものだったらネギトロが多いと思う。結構な頻度で私食べてる。今年はどんな料理するかな、ねえ、どんな料理しようかね。なんか
時間かかりそうなやつまた作りたいよね。ハマチはね、普段はねあんま買わないんだよね。お寿司屋さんでは食べるけど、普段はねこう買ってパッて食べたい時はネギトロが多いかも。食べる時はスーパーでお寿司はあんまり買わないのでね。ネギトロもお寿司、ネギトロ巻きもお寿司のうちだったらお寿司買ってるけど、まあ、言えばお寿司買うのはネギトロ巻きぐらい。スーパーだとねあまり買わないですね。他はダイさん、はじめまして、村山優香です、よろしくお願いします。巻物、あとこないだね、梅きゅうり、しそきゅうり、かっぱ巻き、しそきゅうり巻き、わかんないけど買いましたね、なんかの時。ハマチ食べたことない、人生損してるよ。美味しいよ。あのイコノイジョイチャンネルさんで、あのお寿司の人気ランキングを当てようみたいなので、私はハマチが大好きだったから1番に頼んで、何位かなみたいな感じだったら結構上位にいたんですよ。ハマチって、ハマチって上位なんですよ。何位だったかな、結構ね、ほんと10位以内、なんなら5位以内ぐらい、3位とかだったかな、2位か、2位だったって、ごめんなさい、ハマチ2位ってよ、2位だって、すごくない？我らがハマチ、結構私の中ではあの王道ではないと思うのよそう思ってたんだけど、まさかの2位に。やっぱ世の中の人みんなハマチ好きなんだよ、いっぱい食べてほしい、ハマチの美味しさを。分かり合おう。うんうん、1位はマグロだった気がする。そう、ハマチ2位だよ、すごいよね。わ、くまちゃんありがとう。何の絵だろう、何の絵だろう。時計屋さんありがとう、くまちゃんかわいい。お、ハマチ必ず頼むようになった、いいね。皆さんがハマチをだん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 頼むことによって、ハマチが1位になる日も近くない、いや近い違う、遠くない否定しちゃった、もうちょっと遠くない。今日惜しいよね、なんかちょっと惜しいわ。今年の目標、ちょっと日本語頑張る。明け止めありがとう。ハマチとブリは同じ魚だけど、将来的にはハマチの方が脂が乗ってる気がする、私の中でね。マグロさん強いよ、マグロさん強いのよ。世代がないじゃん、多分ハマチは多分小学校の時とかはあんま食べないのかなと思うと、ちょっとマグロが強いですね。うんうんうん、そうなんですよ、ハマチ美味しい。炙り系もね、私もよく食べる、サーモンとなんかチーズの炙りとかも好きではある。食べるときと食べないときあるけど好きですよ。ハマチとの出会いはいつだろう、私は小学校ぐらいの時だと思う。いつ食べ出したんだろうね、私もなんか家族でハマチ食べてる人あんまいないから、最近はみんな食べてるけど、家族も結構ハマチハマチって言ってたのは私だけぐらいだったから、いつだろうね、馴れ初めわかんないや。まあこういうね、運命的な出会いっていうのは自然と起こるものなんですよ、おそらくね。おそらくね。ずっとハマチ好き。ずっとね。
一度出会う運命だった物語、本当にそう。茶碗蒸し、あーいいね、茶碗蒸しもよく頼みますよ。運命ってこと、そういうこと。銀杏はあんま食べたことないかも。銀杏あんま食べないね。茶碗蒸しの具、椎茸がナンバーワンで好き。椎茸大好き。だからね、分かれると思うけど、私椎茸のあの多分苦手とする人はあの椎茸特有の味があるじゃん、あれが苦手じゃん、おそらく。私あれが大好きなのよ、椎茸のあの旨味凝縮、もう噛んだらもう椎茸が口広がりますみたいな、口いっぱい広がりますみたいな感じがすごく好きで、食感も味も全部好き。美味しい。うん、分かるようになりたい、分かってほしい。好み渋いかな、渋いのか、美味しいんだもん。前髪やっと安定してきた。ポン酢でね、いいね、しいたけグリルで焼くのもいいよね。なんか返したな。舞茸も美味しい。きのこ類は全部好き、中でも椎茸が一番好きかな。よく食べるのはえのき、何にでも合う。えのき舞茸いいね、美味しいよね舞茸。あー天ぷら最高。マッシュルームも好き。私給食のあのカレーよりハヤシライスが好きだったの。もう給食のハヤシライスの日はもう最高みたいな思ってて、でマッシュルームが入ってたんですね給食には。もうそれがもう最高すぎて幸せだったな。ハヤシライスがねめっちゃ好きだったのよ。給食のハヤシライスめっちゃ美味しいの。わかるかな、なんかね家であんまりハヤシライスが出ないっていうのもあったけど、家はねなんかお母さんが決定権あるじゃん、こうハヤシライスかカレーかってさ、もう最後のルーで決まるみたいなとこあるじゃん、基本ほぼほぼ一緒じゃん具材が。だからねもうあの私はハヤシライス派なんだけど、お母さんはカレーライス派だから大体カレーライスのことが多くて、嫌いじゃないけど林の方が好きなのよ。そうだからお家でカレーが多い分、林があんま出ない分、給食の林がもうさらに最高ってなってた。たまにねあの今日は林がいいってめっちゃ言ってた時あった。林の時もあった、嫌だから鍋分けてくれてた時もあった。結局私のお家はあのカレーにせよあの辛い組と甘口組で鍋分けてたから、それであの林とカレーの時もあった。結局鍋は肉だったので、そう甘口と、今はね私も辛口食べれるから全然あれなんだけど、辛口っていうか中辛ぐらいだったら食べれるけど、昔はね甘口にさらにこれもね多分分かれると思うけど好み、私レーズンのっけたってたんですよ。そう干しぶどうをのっけてて出ました。そう私あのフルーツとご飯一緒にいけるタイプの人なんですよ。そうそんなため息つかないで、ため息つかないで、美味しいんだよレーズンと、辛いからレーズンと一緒に食べてたんですよ。逆に昔は小学校の時とかはねレーズンがないとカレー食べれないって感じだったの、辛くて
今は全然食べれるけど。美味しいよ、酢豚にパイも美味しいよ。私のうちのコールスローサラダなんて柿とかぶどうとかりんごとかめっちゃ入っててましたよ。ピザにパイナップル美味しいじゃん。ひゃ、いっぱい。私のうちは本当好き嫌いないんだよ私って。だからね、多分そういうことがね起きるんだと思う。お家でそういうねフルーツとご飯系も出てたりするから、そう全然抵抗ない。いやか、美味しいのに。美味しいよ、ご飯にチョコはかけてはないね。でも餅とチョコはあるよ。ポテサラにリンゴ入ってる、まあそんな感じ。そうポテサラはね、私のうちは何入ってたかな、マカロニサラダとかにはリンゴ入ってたかも。まあ材料はほぼ一緒みたいな、メインがポテトか芋かキャベツかみたいな、コールスローとかね基本味付け一緒だからやってましたね。うんうんうん、全然全然味方少ない感じ、味方少ない感じかな。味方ありがとうまああのバトってるわけでもないからいいんだけどね、こういう戦闘態勢ではないので全然いいんですけど手皿にリンゴは入ってなかったかも。ポテサラはポテサラだったかな、入ってても全然。 iPad の充電が 10% だそうです。私が充電しながら配信をしないよって話だよね。失礼。あ、でもなんかすごい時間すごいじゃん、何この iPad のタイマーみたいな食べれないけど味方ってありがとうです。バトってるつもりないからね、絶対大丈夫ですよ、ありがとう。サラはね、ポテトが美味しいから最高。ポテサラいいな、食べたくなってきた。タイマーみたいになってたね。そろそろお時間ということで、じゃあ誕生日していきますね。13位の方からいきます。13位、しんさんありがとうございます。12位、陽気なこじょさんありがとうございます。11位、よしきくんありがとうございます。10位、レグルスさんありがとうございます。9位、けんちゃんありがとうございます。8位、あやなどしちゃんありがとうございます。7位、やみさんありがとうございます。6位、やすひろくんありがとうございます。5位、スカイさんありがとうございます。4位、れいくんありがとうございます。3位、もちちくんありがとうございます。2位、しげちさんありがとうございます。そして1位、こじけんさんありがとうございます。みなさんありがとう、ありがとうございます。あけましておめでとう、おめでとう、ありがとう。今日はねもう終わっちゃうんだけど、また明日もしますね。明日はどうしよっかな、夜かなおそらく夜だと思います。はい、ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。新年一発目の配信、皆さんと元気に過ごせて嬉しかったです、ありがとうございます。また2024年もね、いろんな思い出を皆さんと増やしていけるように頑張りますね。ありがとうございました。またツアーもあさってからまた再開というか引き続きありますので、精一杯頑張っていきたいと思います。ではでは皆さん
今年もよろしくね。辰年いっぱい思い出作ろうね。では今日もありがとうございました。またね、良い年始をお過ごしください。バイバイ。あ、なんか少しタイムしとこう。この背景いつまでかかんないし。イエーイ。イエーイ。垂れたかな。鬼みたい。確かに立つだよ。垂れたかな。ということでバイバーイ。ありがとう。おやすみ。バイバーイ。